はい、ハロー YouTube 整備業界を向かす整備士ガロボです。さあ始まりました、今さら聞けないシリーズといったところで、今回はアクセルのテンポが遅れてくるよ、まあこれ何なのっていう症状なんですよ。まあ、その件についてお話しします。これね、結構トヨタ車なんかね、ちょっと多いんですよね。この年式というか、平成20年代平成10年後半あたりから、20年代ぐらいの感じで、トヨタ車ってさ、電子スロットルっていう部品がね入ってるんですよ。バイワイヤー式って言って、ちょっと前言うと分かんないんですけど、昔はアクセル、これね、アクセルペダルとこのエンジンの回転を上げる装置のところねにワイヤーで通ってたから、レスポンスが非常に良かったんですよ。まあ当然ですよね、ワイヤーに引かれてアクセル、こうやってね、スロットルボディっていう部品があって、そこがカパッて開くようになってたんです。アクセルポンと踏むとこうやってカチャッカチャッてなるようになってたんですけど、途中からやっぱりそれも電子制御に変わってきた。車の機能としてやっぱ高度化になってきてるんでね、情報通信を良くしようと全部電子化されてって、で、メインのコントロールユニットでそれを感知して、あ、この部品故障しましたよっていう風にメーターで知らせてくれるっていう機能がねどんどん備わってきた代わりに、そういうところが今度ワイヤーで踏んでて、こうやってアクセル回路がね変わっていたものがバイワイヤー式って言ってね、ワイヤーがもうないんですよ、配線なの。だから信号として動くようになってる、だからちょっとこのラフコントロールに応じてパカッて開くんじゃなくて、少しラグがある状態になってるんですよ。ポンって踏んだらクッてこう開く感じ、ポンクッてグー、ちょっとズレが起くんです。だから今エンジンかかってる状態ですけど、踏んでみますかね。今アクセル踏みますよ。なんとなくわかる。昔やったら多分ポッと踏んだらワーンって上がったの、ワーンって。今これだとほんのちょっとラグがあってから回転上がるようになってるんですよ。はい、一回閉めます。はい、でエンジンの方に回っていきましょう。でこれはね、なぜそういうふうに起こるのかっていうところなんだけど、さっきのが電子ね、配線を伝って信号として送っていくっていうのが分かるんですけど、一応機械的には非常によくできてるんで、多分もう0コンマ何秒っていう世界で信号は送られて稼働するようになってるんだが、なってるんだがだよ、ね、トヨタってこのエンジン回路を変えるスロットルボディっていう中の部品がね2個入ってたりするの、2個入ってたりするんですよ。これはね1個かな、ちょっと分かんないんですけど、これはシングルタイプだと思うんですが、このアクチュエーターね、バタフライが2個じゃなくて1個につき、それを制御するモーターが2個入ってるんですよ。で今ここスロットルボディがこの辺にあるんですけど、見えるかな、ごめんなさいね、ちょっとね専門的な話になっちゃって申し訳ないんだが、その2個入ってるモーターのうち1個は1個回路を調整したりとかアイドリングとか調整するやつが入ってて、もう1個がそのアクセル回路に応じて開いたり閉じたりするっていうやつがあるんですよ。だから制御が2つあることによってさらに大きなラグが生まれてしまうっていうことになってるんですよね。でもうこの辺の年式以降は、だから平成ね20年後半ぐらいの後半以降の車はそれもちゃんと制御されているんで、あんまりこう大きなラグっていうのはなくなってはきたんだが、やっぱちょっとその平成10年代後半から20年代半ばぐらいまでは
そこがまだ成熟しきっていなかったためにそういうのが出てきてしまってるっていうことなんですよね。まあ、なんとなく分かったかな。ちょっと、ね、それがね、故障と思われる方もいらっしゃるんです。いらっしゃるんですけども、それはね、あくまでも正常の範囲内ですよって言ったところで安心していただきたい。ただね、あのね、あからさまにアクセル踏んでね、エンジン上がりがうーとかね、ちょっと上がりが遅かったりとか、途中で走っててアクセル踏んで加速しようとした時にってこう息をついちゃったりって言った場合は、それはまた違う故障が絶対入っているので、専門の、お店に持ってって、自分の行きつけのお店に持ってって見てもらうのがいいと思いますといったところで、ご理解いただけましたか。ちょっと分かりにくかったですね、今回ね。このなぜアクセル踏んでラグが起こるのかっていったところで、ちょっとだけね、理解していただければ幸いでございます。このチャンネルいいなと思った方、いや待てよ、俺の車もそういう状態になってるかもしんないから、ちょっとお店持ってこうかなって言ってる方、グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS フォローもよろしくお願いいたします。といったところで、今更聞けないシリーズと聞きにくいシリーズといったところで、その辺、今後もチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。